団長、聞こえてるか？戻ってきたか。僕は信じてました。とっととこのクソ野郎を追い出しまおうぜ。わん、来てくれたんだな。この魔人を追い出すとな。貴様一人でどうやって？無茶ばっかすんなよな。師匠のこと頼んだぜ。バン、たとえ君が不死身でも一人ではどうにもならない。あいにくもう不死身じゃねえ。エレインをよみがえらせた。命の泉を使い切ってな。バン、それじゃ君はもう二度と。さてと、そんじゃ追い出すか。愚かなり人の子よ、これが神の力ぞ。耐えるか。煉獄と比べりゃ可愛いもんだ。死ね。なぜ急に嵐が止んだ？キング！キング？兄さん、あれを！貴様一人で我をどうにかできると本気で思ったか。バカ、一人じゃねえよ。すごい、バンさんの攻撃が効いてますよ。ああ、でもそれだけじゃない。この感じは間違いないわ。魔人王の中から感じるこの気配は。戻ってきたか、我が息子よ。だが思い通りにはさせぬ。我は魔人、死と恐怖をもたらすことが我が使命にして役目なり。
それがお前の罪だぜ。信じられない。魔人王がバンさんの攻撃にひるんでます。団長殿は精神の世界で戦っている。さすがは諦めの悪い男だな。プバッ、豚魔人王なんざ民事にしてこねたれ。ホーク、あれは団長の体なんだよ。やべ、そうだった。すごいね、バンの強さは煉獄に行く前とはまるで別人だよ。うん、不死を失ったとしても間違いなくそれ以上の力を手にしている。煉獄で始末しておくべきだった。弾き返すか。諦めてここから出ていくんだな。煉獄にいる片割れが寂しがってるぜ。我を追い出したところで、貴様自身が魔人王の力に覚醒した今、この世には一日ととどまれんのだぞ。それで十分さ。エリザベスの呪いを解き、七つの大罪に別れを告げる時間さえあればな。さあ、蹴りをつけようぜ。どうした魔人王、息子の体は使い勝手が悪いか、それとも息子に拒絶されたか。言っとくが、本物のあいつはこんなもんじゃねえぞ。お前には外の状況が見えておらんのだろう。ならば我が教えてやる。我が呪いを解いた上でな。戻ったところで貴様は二度と愛する者を抱くことはできんのだ。デタラメを言うな。現実を受け止められんか。俺は間に合わなかったのか。なんだ、まぶたが重い。調子に乗るな。マンが押され始めてる。なぜだ、魔人王の力が増大した。メリオダス、ダメ。あなたの手でバン様を傷つけさせないで。団長、僕らの声が届いていますか。無駄な試みだ。どんな大声で叫ぼうとメリオダスには届かん。そんな、みんな、俺に考えがある。この場所で絶望を抱くことはすなわち死だ。息子よ、眠るのだ。
後のことは万事父に任せよ。もう貴様を待つ者は誰もおらんのだ。ネンバーグ。いいえ。私たちがいる。ピッポピッポピッピー。